島県出身の本田康介と申します。イエーイ。音楽の仕事したいなって一般化したら何それ、まあ、親は応援してくれて、いつものワイドステーションエブリデイ、僕は分かってるんだよ。親の話せると泣いちゃうんですよ。101人いるとお高めのパンツを着ました。ビューティーフォー。ではクラス分けを先生方お願いします。一番いつになっても一響きは
ことで嬉しいし、苦手意識が他にはあるので、まあ、そこを少しでも克服しようとはずっとしてました。やっぱチームとして取った票だと思うので、すごくなんか数字として現れてくれたなっていうのを思ったので、自分としても嬉しかったし、でも悔しかったし、いろんな気持ちでいっぱいだったです。多分みんなもそうだと思います。はい、難しい曲だし、まあ勝負するしかないと思いましたね。サブボーカルの一番最後にソーブラックソーブラックって決めるんです。もうそこのためにサブボーカルにやりたいってずっと思ってて練習してましたね。1位を待つだけです。今まで自分ラップやってできたことなかったんですけど、なんかいろんな人に声低いし、なんか声が魅力的だからラップやってみたりしたらとか言われたし、ヤングのパート2が踊りとラップ込みでかっこいいなってすごい思ったので